ただいまよりオープンキャンパス特別講演会を開始いたします。元気な明日のためにがんに負けないと題しまして、女優の仁科亜希子様よりご講演をいただきます。皆様こんにちは、仁科亜希子でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。人間にとって、病気というのはそれまで元気でいたものにとりましては本当に思いもよらぬこと、出来事だったと思います。私の場合もそうでした。38歳、まだまだ元気でおりましたし、子どもたちは6歳と8歳の、時でした。本当に偶然にしていただいた子宮頸がんの婦人科検診で子宮頸がんを見つけていただきました。もしその時に発見していただかなかったら多分2年ぐらいの命だったかもねって言われて、後で背筋の凍る思いをいたしました。抗がん剤がお腹の中に流し込まれる瞬間はまるで熱湯がお腹の中にパシャってひっくり返されたような、熱いような痛いような衝撃がありましたし、その後は工事中のダダダダダっていうドリルがありますでしょ、あれがお腹の中でやられてるような凄まじい、まさに歯を食いしばって耐えていた治療でした。そして体力の回復を待って8月に手術をいたしました。随分大きな手術でした。子宮と卵巣とそしてリンパ節も取る、だいぶ時間もかかった大きな手術でした。そして当初6ヶ月と言われた入院生活だったんですけども、4ヶ月で優秀な患者だったので、退院いたしました。患者にとって退院してからの方が何て言うんですか、肉体的な部分も含めて精神的な部分も全部一人で受け止めなきゃいけないっていうことがあると思います。ですから最初のうち大変こんな能天気で前向きな私ですけども、随分落ち込みました。というのはまず肉体的には後遺症がすぐさま始まりました。そして精神的にはやはりどっか痛い、どっかが辛いとなると、あれまたどっかに転移したのかな、またどっか再発したのかなということでビクビクドキドキしなきゃいけない時期っていうのが随分長く続きました。ただ、こういった場に出させていただいて、見た目元気そうじゃない、あ、元気なんです普段は。でも時々肝炎があって疲れやすかったり、あと、いろんなところに支障が出てきたり、それは年のせいかもしれないんですけども、出てきたりしておりますけれども、日々元気でこうやって、生活させていただいております。後悔しないことですね。反省はします。こうして今日皆様の前でお話ししたこと、映画で撮っちゃったこと、芝居で演じてしまったこと、反省します。2時間ぐらい反省しないとちょっとおバカさんって言われるかもしれませんので、2時間ぐらいは反省いたしますけども、元に戻れませんね。ドラえもんでもいない限り元に戻らないので、後悔はしないように、反省は2時間、2時間前は過去と思い、後悔はしないような人生をこれからも送っていきたいと思っております。私は自分が経験した子宮頸がんについてお話しいたしました。とにかく子宮頸がんについてはこれから先も頑張って皆様に、少しでも多くの皆様に正しい情報を発信して、一人でも多くの女性の方が健康な未来を送っていただくように努めてまいりたいと思っております。今日は短い時間でしたけれどもありがとうございました。